この4人で総評を取りたい。はい、はい、総評。メンバーの中で変顔がすごい人は誰ですか。変顔、変顔すごい人って、まあ、結構なんか自撮りする時とかにみんなで撮る時とか、うん、変顔することあるじゃん、うん、いやお前だろ絶対。いやちょみんなあるよね。俺さライブとかでルートと写真撮ったらこいつ大体変顔してるからね。待って、うん、待って、そんなことないって。決めてる時もあるけど割と 6,4 ぐらいの4変顔の気がするよルートは。嘘、うん、僕もやってる。いやコロちゃんも変顔するよね。そうだね、俺コロちゃんと撮った写真9割変顔だもん。、うん、だから俺コロちゃんと写真をなんかインスタとか上げようかなって思ったけど全部変顔だから、うん。どうしようかなこれみたいな。多分あのリーヌくんがあの、うん、携帯なくしてそれがたまたま他の人の手に当たってなんか画面が見れるようになったら多分僕終わると思う。僕の活動がねちょっと危うくなる。最近コロちゃんのあれ好きだよ、なんか LINE で突然カメラつき始めて。ああ。コロちゃんスタンプで遊び始めるのよ LINE の。なんかマジでやってる頃もそれ。何も言わずにただねつけてんだよカメラ。いやあれしてる時に本当にひどいことあったけどコロちゃんの名誉のために言わないことでした。本当にひどい回あったな確かに。いやいやいや分かった、同じこと考えてる。何何何、記憶に戻ってきたわ。全然わかんないよ、うん、僕思い出したこの話してたら。あったな、僕ないわ。チャットに書いてちょっと何何それ全然記憶にないわ。あーそれ俺わかる、ね、同じこと考えてる。これね、うん、これね。ひどかったな本当に。ひどかったな。いやいやいや、友達だからやっぱね。うん、そうね。うん、そっか。友達で家族ですから。そっか。家族ですから。家族でも見したことねえよあんなアングル。あんなアングル見したことねえよ。全然僕言えるけどな。じゃあもう言ってもらって、気になってるからみんな。全然言ってもいいよ。だからカメラをつけてちょっとやばい電車ごっこするわっつって、でもあのさすがに音を聞かせるのはあれだからちょっとミュートにしとくって言って、でもカメラはつけっぱなしなの。で僕は超大げさにうわーって言ってすっきりしたところの顔をめっちゃ顔芸して、あのもうルート君たちはあー今そういう感じなんだなってずっとトークしてるっていう。そういやあれひどかったよ本当に。もうあの本当に そもそも下からのアングルだったし、床に置いた床かどっかに置いてて、めちゃめちゃブサイクやったよ、うん、マジで。あの時本当に顔が梅干しみたいになって、うん、ふわーっていう顔すんの。出たみたいな。これ繰り返すっていう。あれも僕全然あれだからしてなかったからね、うん、そもそも。いやわかるわかるわかる、そういうあれでしょ。そう、ちょっとじゃあするわーって言いながら顔で、変顔で遊んでたの。本当に鼻咲いたくらいなんかスッキリした顔してた、うん。すごい顔してたもん。ふわーって。途中ミュート外れてたよね。外れてた？どっかで音入ってる音入ってるって言った気がするもん。あれさすがの俺もあれはスクショしなかった。僕もちょっと大変なことになりそうだからスクショしなかった。うんうん、なんだったらコロちゃん、配信前を変顔なんか、うんグループに送ってなかった。ちょっと話を戻すんだけれど、はいはい、まあ変顔の頻度はあるじゃないですか、メンバーそれぞれ、うんうん、まあ、破壊力的なことで言ったら、いやルートだよ、うん、ルート君も結構やばいよマジで、うん、やばいやばい、ルートだよ。コロちゃんか、コロちゃんかじゃないんだよ、コロちゃんかじゃない、聞いてたか、コロちゃんか。僕はなんかやってそうな顔、うん、なんか嫌だね、なんかやってそうな顔っていうのも嫌だけど、なんかやってそうじゃん、変顔しょっちゅうしてそうな感じするじゃん。うんうん、でもルート君がしてるイメージなんかないじゃん。ないないない、うん確かにね、っていうのであるでしょ。いや俺はからしたらあるけどもね、うん、うん、じゃあ体力的なところで言ったら微妙じゃない。いや破壊力で言うとね、うん、なんかルート口を思いっきり開ける変顔超多いんだよ。あーわかるわ、わかるでしょ。それでさ、そのグワーっていう勢いがね、なんかすごい強いのよ、うん、全力で口開けんの、うん、ありえんくらいカメラに近づくしな。そう、口の中全部映っとるわっていうぐらい開けてるから。破壊力えぐいの。わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる、うん、マジか。え、キモい正直。いや、聞こえないけど、ちょっと気持ち、うん、いいよ、いいよ、いい、大丈夫、これからもしてほしい、うん、わかったわかった。
頑張って、ありがとう、これからも変顔研究重ねる、うん好きなんやな変顔が。さとみくんとリンクしないよねそんなにね。いやそんなことないでしょ。するときはするけど、なんかあんまり変顔すると顔の変なところにシワできるなって思ってるからやりたくない。やめよう僕も。ああまあ確かにね。うん、そういうのからねほうれい線広がったりするからね。怖いっていうふうに俺も教わった。怖いって。それはあるな。怖いって。そうなのよ。やめます。もう二度と変顔しません。発見しました、ルート君の変顔。おっと今ずっと探してました、これ多分みんなが予想想像してる顔そのまんまの変顔でした。あー口めっちゃ開けてるやつだ。そうこちらです。終わった僕の人生が。ああ最悪だ、スマホの電池切れた今。あらあら、あったいやでもまあ想像できるでしょ、どうせあれだろ。わかる見れてないけどわかるよ。この顔ね。この顔。この顔なんですよ。でっけえ口開けてさ。これかー。これね。これね。この顔なんですよ。思い出したわ。僕、自分で自分の変顔を探そうと思ったんだけどさ。自分で写真撮るときは変顔してないんだよね、僕。そうだ、なんかメンバーに撮られたときにふざけて変顔する。写るときだけしか変顔してないんだよな。確かにな。僕のホルダーにも何個かあった気すんだけどな。あるだろ絶対。ほんまに確かに変顔しがちだな。リーヌくんのホルダーがいやなんか人以上に変顔あるんだよね。これやばいな。あるのそんな。あいいねこの写真。あやだな。見せたくねえこれ。これ見せたくない。コロちゃんの変顔あった。おっとあったあったマジマジとはならないだろう、絶対あるだろう。やってるだろう。マジかよ、最悪だわ。したことないのに。はい、あるよ。コロちゃんよくこれするよね。これどの角度のこれ変顔を撮ってる角度おかしいだろ。やる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 、これやるんだよな、よくやるやるやる。変顔は顔にの変なところにシワができるのでやらない方がいいですよ。変顔はやめましょう。おっと、変顔やめましょう。やめましょう。美容のために変顔我慢です。